それでは発表を始めます。今回取り組んでいるのはテキスト平易化というタスクです。これは文章の主要な意味を保持したまま分かりやすいテキストに変換するというタスクです。で、近年ではこのテキスト平易化を難しい言語から簡単な言語への翻訳と捉えて機械翻訳のモデルを利用するのが一般的となっています。でここで今回取り組んでいる課題について説明します。で一つは翻訳機械翻訳と同じモデルを使っているんですけれども、平易化はそれに比べると圧倒的にデータが少ないという点です。今回使っているのはこの公的文書の書き換えコーパスなんですけれども、翻訳で一般的に使われているデータに比べて 1% 未満のデータサイズとなっています。また翻訳とは異なって、一つの入力文に対して複数の平易文が存在していて、そのユーザーに合わせて出力を出し分けてあげる必要があるという形です。はい。で今回はこの2つの点に関して、大規模単言語コーパスによる事前学習と、あと出力を制御するようなモデルというのを提案しています。はい。でここからは具体的に、説明をしてそれぞれ説明をしていきます。はい。でこちらが、機械翻訳で一般的に使われている、エンコーダー、デコーダーモデルです。入力を難しい文原文として、それに対応するような平易文を、を出力するというような形です。で、この際には、その難しい文と平易文のペアというのが学習には必要になってきます。しかし、冒頭でも説明したように、今回利用している、その対訳関係にあるデータセットというのは非常に小さいです。なので、ここでは、対訳関係にはないんですけど、たくさん、データ数としてはたくさんあるこの単言語コーパスというものを利用します。で今回はここではウィキペディアの文章を利用しています。で、単言語コーパスなので、先ほどのような、対訳の、学習を行うことはできません。なので、ここでは、次の単語を、予測するような学習というのを行っています。具体的には、ある生活に関するまでを入力として、トラブルを出すみたいなで、それをまた入力に戻して今度はトラブルまででなどを出すというような、これを繰り返していくことで、学習を行うという形です。で、この後に、その学習を行った後に、原文と平易文を、結合して入力として与えて、平易文を出力するというような、平易化処理の学習を、対訳データを用いて行います。はい、というのが提案モデルです。で、これが、今までの手法と今回提案している手法の比較になります。でここに濃い青い四角で囲まれているのが既存の手法です。で、提案しているのは、次の単語を予測するような学習を行った後に、このような形の形式のモデルで、平易化を行うという2ステップが、提案している方法です。でまたこの事前学習は、エンコーダーデコーダーそれぞれと、両方に用いることができるので、その3パターンを、今回比較の手法としています。でこちらが、結果です、今回はプリューとサリという、2つの観点から評価を行っています。で、既存の方法は、エンコーダーデコーダーそれぞれの事前学習の場合と、全体両方事前学習した場合の結果で、合わせて4パターンで、提案手法の方は、エンコーダーデコーダーが存在しない単一の、コンポーネントで、使われているモデルなので、その事前学習なしの場合と、全体を事前学習した場合の2パターンが存在します。で、結果から、提案している方法で、既存手法の性能を大きく上回る、性能を達成できていることが分かります。でまた、既存手法の方だと、エンコーダー側ではのみの場合は、性能を改善できていますが、デコーダー側のみの事前学習ではむしろ性能を悪化させる要因となっていることが分かります。で、提案手法の方では事前学習を用いることで、若干性能を改善できています。で、この事前学習の効果というのはデータのサイズを変えることで、より顕著に現れてきます。この図は、横軸を、ファインチューニングの際のデータサイズとで、縦軸をブリューにとって
って撮っているんですけど、まあ注目していただきたいのは、この3万分で学習した既存手法、濃い青の、結果と、3000分で学習した際の、まあ、提案手法、事前学習ありの、まあ、ピンク色の結果が、まあ、同等程度で、まあ、10分の1程度の学習データでも同じような性能を達成できるということが分かります。はい、ここまでのまとめです。まあ、今回はデータ不足という点に関して、まあ、大規模な多言語コーパスを利用した事前学習とそれを効率的に、ファインチューニングするためのモデルというのを提案しました。で、まあ、これによって既存の方法を大きく上回る性能を達成して、まあ、なおかつ、まあ非常に少ないデータでも、それに既存の方法に匹敵するような性能というのを達成しています。はい、ここからは、出力制御の話です。で、冒頭でも、述べたように、テキスト平易化では、一つの文に対しても、まあ、複数の出力っていうのが、まあ、多様な出力っていうのが求められるというようなタスクです。で、今回は、まあ、シンプルに入力文の文末に何らかの操作を表すようなラベルというのを挿入することで、まあ、単一のモデルで出力を制御しようという試みです。まあ、具体的なラベルは後ほど説明するんですけれども、このラベルを付与したデータを文末に付与したデータを利用して、まあ、こういう対訳関係で平易化モデルの学習を行います。で、今回利用しているラベルは3種類で、まあ、上から順に圧縮率と編集距離あとはワードランクの、まあ、3つを考えています。で、それぞれの特徴量ごとに10段階の、ラベルを用意しています。で、まあ、平易化っていうのは、まあ、様々なタスクの、まあ、複合的な、まあ、タスクになっているんですけれども、まあ、今回この3つのラベルがどういうものに対応しているかというと、まあ、圧縮率ラベルだと、まあ、分圧縮要約処理に対応していて、編集距離は、まあ、どれだけ言い換え書き換えるかというもので、まあ、言い換え処理、あとはワードランクは、まあ、語彙レベルの平易化、まあ、単語レベルで、まあ、どれだけ簡単にするかを表している3種類です。で、結果です。まあ、ここでも、まあ、先ほどと同様にブリューとサリの2つの観点から評価を行っています。で、まあ、結果から、まあ、このラベルを挿入することで、まあ出力のヒントとしてラベルが与えられているという形で、ラベルなしの場合よりも性能が改善できているということが分かります。で、またそのラベルの意図通りの制御をできているかどうかというのを確認するものがこちらのグラフで、これは圧縮率を表しているものなんですけれども、入力する際にの圧縮率のラベルをどんどんオレンジから青にかけて大きくしていくにつれて、出力側の圧縮率というのも右側にシフトしていることから適切に制御できていることが分かります。編集距離においても同様な傾向が得られています。で、最後にワードランクなんですけれども、先の2つに比べると、そこまで大きな差はないんですけれども、ラベルを変えること、入力するラベルを変えることで、分布にも、多少なり変化が出て、そのラベルに合わせた出力を行おうとしている傾向が見られます。はい、で最後に出力結果です。で、入力文と、それに対応すると、一緒に挿入したラベルに対応する出力というのが、表されています。で、この結果から、その人で見ても、そのラベルの意図に合わせつつ、割と流暢な文というのを出力できているということが分かります。まとめです。今回はデータ不足と多様性という2つの観点に注目して実験を行いました。で、データ不足という点に関しては事前学習とそれを効率的に利用するモデルというのを提案して、小規模なデータで既存の方法を上回る性能というのを達成しました。で、多様性というところに関しては、編集操作のラベルを入力の文末に入れるというような、シンプルなアプローチなんですけれども、性能を損なうことなく、出
力の制御が可能であるということを示していました。以上で終わります。